記憶もするよ。あ、もちろん。聞かせてもらえ。はい。来た？始まった。見れてますか？見れてますか？こんにちは。こんにちは。こんにちは。じゃあこんばんはの時間ですね。見えてますね。はい。せや。見えてますか。はい。さっきは、ジェネトークを撮ってまして、はい。ジェネトーク撮り終わって、家に帰ってきました。今桜見に向かう。あ、まだ桜生えあんの。どういうこと？ん？そうですね。明後日は笑い未来で大阪。あれ場所は万博やん。万博で、はい、やらせてもらいますライブ。はい。競技のイベントジェネケンのフェルトいっぱいおったからどれがどれか分からへんけど、もう見えてはいたよ。うん。はいはいはい。カレー、お酢カレーライス。カレーライス明日じゃない、お昼か。お昼、カレーライス食べましたね。はい。今日、ん？そうですね、今日ジンの誕生日ですね。坂本のジンさんが今日誕生日で、はい。ジン君何かタンプレあげましたか？特にあげてないのかな。この前服あげたからな。うん。そうですね、明日からはまあゴールデンウィークということで、はい。皆さんゴールデンウィークは何するんですか？今年は10連休みたいですけど、何をされるんですか？ゴールデンウィーク。10連休でも軽くもう、ね、春休みとかそっち系やな。うん。明日中目黒行く。あ、そうなんですね。うん。ジンにプレゼント、まあ、まあ、何かしらをあげると思いますけど、はい。うん。5月5日に資格取り、何の資格ですか？何の資格？オープンキャンパス。なるほど。仕事。仕事ですね。ゴールデンウィーク2日間だけは休み。ああ、まあそっか。全員が全員ずっと休みってわけでもないからね。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、皆さんお疲れ様です。あ、カホがお疲れ様です。お疲れ様です。昨日 D リーグお疲れ様でした。うん。ベネフィットワンモノリスで活躍中のカホが。ありがとう、カホ。お疲れ様。トリマー頑張ります。ワンちゃん？いいね。就活頑張ってください、皆さん。そういう時期か、今。明日から大会。おぉ、何の大会ですか？ゴールデンウィークは田植え時期。田植え？そういう学校行ってるんかな？ブライダル頑張ります。あ、いいですね、ブライダル。ね、
春休み、あ、どういうことだ、逆にゴールデンウィーク休みないから、あ、まあいいじゃないですか。うん、働きましょう、いっぱい働きましょう。はい、夢の国ディズニー行くやん、ええやん。うん、いや、ゴールデンウィークディズニー多いんちゃうかな、人。うん、いいですね。毎日部活お疲れ様です。 ADH の方も中3の息子がダンス始めたいと言い始めます。おー、いいっすね、ダンスでやりましょう。 J リーグ見に行きます。あ、いいやん、いいやん、 J リーグ。ファントの舞台、うん、ファントね、いいね。寿司屋のバイトです。どこの寿司屋ですか。はい、孫生まれた、あ、すごい、おめでとうございます、お孫さん。うん、来月から実習で幼稚園、ああ頑張ってくださいね。峠ステッカー買いに行きます。何それ、コストコ、コストコいいっすよね。そういう休みの日にコストコって行きたくなりますよね。なんかちょっとわかるかもしれない。デニーズ、いいですね。一応最近はアーカイブ残してるんで残しますね。うん。銀の皿デリバリー、あ、いいっすね。銀の皿とか食いて、久々に。寿司食いて。ウオベってわかりますか、皆さん。回転寿司。ウオベ。ウオベ。ウオベイって知ってます？回転寿司。ウオベイ。わかりますか？あんまりこっちいない？知ってる？知ってますね、さ、ウオベイ。あ、ウオベイやっぱ知ってんねや。友達何人もウオベイでバイトしてます。あ、そうなんや。うん。ウオベイ行ってみたいなと思って、回転寿司。よく行く、あ、行くんや、知ってる、知ってる、みんな知ってるやん、やっぱウオベ、いいっすね。回転寿司とか、あとウオベ鮮度、あ、そうなんや。回転寿司といえば、先週もこんな話したどんだけ寿司好きやん。毎週言ってる、食べてないですか、寿司。食べてない、最近。ウオベ食べたいなと思って。あれ、どこやっけ、この前やってた、先週。北海道の回転寿司、何やったっけ。トリトンか。トリ？え？トリトンですか。うん。え？え？え？怖い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 。え、ちょっと待って、今配信中ですか。なんかわからんか、これ書きとこう。ウオベ。回転寿司に行かない、行った方がいいっすよ、美味しいから。これも機械で頼んだ、あのレーンで流れてくるのいいっすよね、あれ。うん、ウオベ、ウオベとか、あと銚子丸。うん、ゲネメンバーとの寿司の思い出ありますか。ハヤトと昔、昔っていうか前、スシローやったっけな、何やったっけな、違う、スシローじゃないな、あれ、目黒駅にあるあの回転寿司、駅の裏の、そこ行きましたね、ハヤト2人で。それ以来かな、行ってないわ、もうメンバーとは回転寿司。うん、仙台の駅前ジェネレーションズ、みんなでダンスしてほしいです。人集まってもって怒られるかな。うん、寿司屋で何のネタ食べるの。マグロしか食べません、ずっとマグロ、マグロばっか食ってる。
あと回転寿司にはあるあのエビアボカドとか好きですよ。うん。あ、王将もいいですね。うん。結構そういうプッなんて言ったらいい？リーズナブルのお店は全然行きますよ。王将好きです、僕。王将とか、あと大阪住んでる時はよくビッグボーイとか行ってましたね。ビッグボーイ、みんなサイゼリヤ好きなんやろ。サイゼリヤとか好きやろ、みんな絶対。くら寿司行ったらいいですね。うん。オニオンサーモンとかもね、普通のお寿司で言うと邪道ですけど美味しいですよね。あれのもう寿司の話はええねんっていうね。やっぱサイゼ好きなんや、みんな。いいよね、安いし。うん。お家でお寿司は一回だけ作ったことあります。だいぶ難しいですね、寿司酢からあの酢飯作るの結構大変やった。うん。やっぱりマックが好きです。いいよね、マック。この前食ったわ、姉さんがおごってくれた。まあ、何の時のマックやったかは、今後番組を見ていれば分かるかと思います。何の番組かは、ネタバレ大臣ですが今日は言わないでおきます。はい。まあ、あの部分を 使われてたら分かるって感じですね。うん。使われてるかどうかはちょっと分からないけど、最近お母さんと会いました。会ってないです。大阪帰ってないから。明後日久々の大阪やからさ。うん。ゲネコではないですよ。すごいな、これライブバージョン流れてるやん、これ。あげろ。ゆうたくんが握ったお寿司食べたい。僕、おなら握った後に寿司握りますけど大丈夫ですか？それでもいいなら、それでもいいならあげます。はい。茨城帰ってこないですか？もうね、時間があんまないんよね、ほんまに。うん。馬刺し食べたくなってきた。馬刺しうまいですね。はい。大阪行ったら何するって、特にね、仕事やから特にこれならやるっていうことあんまないかもな。うん。何でも食べます。みんなやばいな。なんならおならつきがいいです。いや、やばいな、やばい子がいっぱいいるわ。やっぱやばいわ。僕のファンはやばいということが分かりました。はい。さすがです。スタバはいつも、抹茶です。抹茶飲みます。はい、抹茶クリームフラペチーノです。はい、はい、千葉も行きたいですね。はい、お寿司行こう。お寿司行きましょう、行きましょう。はい。おならいりませんって言うな、言うなよ、おい。うん。君もやばい人ですよ。あ、ありがとうございます。大阪のおすすめスポットは何ですか？大阪のおすすめスポット？新世界が好きかな、俺は。うん。串カツの食べ歩きが楽しいっすね。牛恋行ってみたいけど高そう。そんな高くないっすよ、牛恋。高くないよ。うん。花粉症きついっすね。はい。抹茶フラペチーノのカスタマイズしますか？カスタマイズ？あの、あれ、バニラ追加とか、はい、ああ、そういうことか。何もせえへんな。あの、すみません、抹茶フラペチーノにちょっと追加。何それ？あの、コーヒーのちょっとが追加。ちょっとコーヒーの味。コーヒー感出るってこと？何それ？それやってみたいな。やってみよう。え、ミスターも好きな抹茶。最高やな。君はいい人や。ありがとうございます。出世するわ。抹茶好きは出世するから。僕も聞いたことあります。うん、聞いたことあるよね、はい。出世するよ。抹茶好きは。
いや、マネージャーアイくんも好きよね、抹茶。マネージャーのアイくんも抹茶好き。抹茶好きよ、めっちゃ好きよ。おお。マネージャーの M くんはめっちゃ好き。ああ、じゃあ出世するわ、君たちは。抹茶好きは出世するんで。はい。はい。今日はまだ名前は晒さないです。はい、後から晒していくので。抹茶好きなんですか、みんな。いいですね。抹茶好きは出世するらしいですよ。知ってました。ほんまらしいですよ、これ。みんな。抹茶どうしても好きになれない。ああ、じゃあもう出世できないですよ。それ出世できないです。はい。最高ですね、はい。マネージャーの愛くん、はい、そうです。はい。沖縄来てほしいです。ああ、沖縄いいっすね。沖縄行きたい。沖縄行きたいです、久々に。夏の海がね、やっぱ最高ですか、沖縄は。龍斗くんと行ったの、最後は沖縄は。うん。コロナなる前、あの、ユナイテッドジャーニーの自分へのご褒美で2人で旅行行きましたからね。うん。はい。福岡行きたいですね。最近行ってないな、福岡。福岡ラーメン食べたい。うん。横須賀といえばもう哲也さんですね、ケンチさんと。うん。長野、抹茶立てて飲むのが美味しいですよねって。まあそうやね、京都でね、それが一番美味しいに決まっとるやん。うん。神奈川、奈良なんもないでって。奈良はなんもないこともないでしょ。奈良だってケンチさんと行きましたよ、日本酒風の森っていうの。ケンチさん多分発売するんちゃうか、日本酒コラボ。明日とかじゃなかったか、多分発売。ケンチさんの新しい日本酒風の森、ケンチさんコラボ出る。あれ奈良県の日本酒ですよ。うん、奈良は美味しかったですよ。ご飯屋ケンチさんって行った、創作中華みたいなところ。うん。ぜひケンチさんの CL でやってるのかな。CL で多分見れると思うんで。うん。キノブ。うん。ジェネレーションのヘアメイクになるのは夢です。あ、いいですね。ジェネは結構こだわり強いんで難しいですよ。はい。なんだかんだ今やってくれてるヘアメイクさん10年以上やってますから。もうデビュー前からやってもらってるからね。うん。大阪のおすすめの場所は、うお、パトリックくんや。パトリックくんお疲れ様でした。パウンドストーム。めっちゃ感動、マジで。格闘技好きなんで。生で見れて嬉しかった。うん。衣装作りたいですって。衣装ね。ああ、ジェネの衣装ってことか。いいっすね。コメダコーヒー。うん、いいっすね。もう応援しだして10年とか思ったら考えるかい。ああ、ありがとうございます、10年も。はい。あ、パトリックありがとう。お疲れさんです。次の試合絶対勝ちましょう。応援します。母の日は、まあ、なんかしてあげたいけどね。まあ離れてるからさ、場所が。母の日、うん、大阪と東京やからなかなか難しいんですよね。うん、何や俺、すごっ、加工が増えてるわ、なんか。なにこれ、これなに、なんかこれすごいな。セクシーゾーンライブツアー2022って感じ。これすごいな、この加工。この加工すごいな。セクゾや、セクゾ。すごいな、こんなんできんねや。
これのジェネレーションズバージョン作ってくれませんか、インスタグラムさん。いいね、すごい。まあこんな過去あんな、すごい、びっくりした。ジェネとのコラボいいっすね。セクゾー仲いいっすよ。みんな収録なんていつも喋る。うん、確かにこの過去ジェネバージョンあったらおもろい。懐かしいこの曲。BG 入学式ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます。頑張ってください、新入生ってことかな。うん、うん。え、ジェネのエフェクトも何個かあんの？エフェクトってだってこれどうやって変えんねん、知る。やり方が分からへん。どうないすればええんや。うーん、危ない危ない、リクエストまた押しそうになった。危な危な危な。うん、後でタグ付けするから見てください。あ、見ます見ます。どういうことこれ。え、ジェネマネさんのキャス配信とかしません？どういうことや、どういうあれや、どういう魂胆や、それは。え、明日前乗りする？ジャルジャルさん見に来る？いや、見たいけどさ、見たいけど時間がないんですよ。はい、前乗りかどうかもわからんしね。僕らいつもこういうイベント移動、マネージャーがいきなり家来て目隠しして連れて行かれるんですよ。いつも移動やばない、うちのマネージャーやばいから。急に家入ってくんねん、やばない、いきなりや、いきなり家来てやで、目隠しすんねんで、やばない、やばない、結構うちのマネージャーやばいよマジで。こんなやつさ、ほんまにやってくるから怖いわ、やめとこ、やめとこ、 CL でやめてな、そういうの。やめてやめてやめてや、はい、うん、ほんまにやってや、やってややってや、ほんまにやらないっすやね。くそ、もうええわ、もういい、はぁ、接しづらいチームや。うま、多分みんなお前がなって思われてるから、お前がなってみんな思ってるから。いや、すいませんね皆さん、こんなゆるゆる配信で、まあ、いつもこんな感じですわ。うん、あと YouTube のね、メンさんの関西弁講座、今日ジェネトークでちょっとその話題になって見たんですけど、メンさんって関西弁舐めてるよね。メンさん関西弁舐めてんのよ多分、あの人。うん、こうやって言っとけばいけるっしょみたいな感じでやってるから、ちょっと皆さんぜひ見てください。あれ CL のやつやんな、はいはい、ちょっと見てください、ぜひ。メンディの関西弁講座っていうの。ゲストでりょうたくん出てるから。CL ではフルバージョン。そう、CL ではフルバージョン見れる。ちょっと YouTube 上がってるの見て、ちょっとコメント欄に、ちょっとメンディ舐めてるっていうので埋めてください、コメント。メンディ関西弁舐めてるって。みんなでそれのコメント埋めてください。ね、ボリボリの演出よね、あれ。うん、まあ。ああ、そうや、ちょっと舐めてるんだよ、あの人ね。みんなでちょっと、関西人舐めたら痛い目見るでっていうの教えてあげてください。うん。そうやね、スピードスター以来だね、あの企画。うん。まあまあまあ。
あんだこうだ言うてますけど、そろそろ CL に行きますわ。はい、それではこの後 CL で誕生日祝ったるから来いよ、誕生日祝ってやるから来いよ、あ、よろしく。CL は登録なしで生配信に見れますのでよろしくお願いします。はい、それでは皆さん CL でお会いしましょう。早いか、ちょっとこの後まだお仕事あるんでね、ちょっとあんま今日長めできないんで、はい。それでは皆さん、お金玉体質。